どうも、ザンチと申します。はい、ということで皆さん明けましておめでとうございます。まあ、これから2022年ね、まあ、このチャンネルどうなっていくかわかんないんですけど、まあ、またね、1年間よろしくお願いします。はい、ということでね、今回は D4DJ グルービーミックスのお正月の最新情報が公開されましたので、早速そちらの方を紹介していこうと思います。はい、まずは次回イベント競争新年ピーキーズイヤーということで、まあ、これは事前から公開されていた新年一発目のイベントはピーキーピーキーの箱イベということで、次回は公開イベントになってますね。そして今回の対象メンバー全員分のイラストもすでに公開されています。はい、もうみんなね、袴姿でお正月堪能しててとっても可愛いですね。まあ、今回の対象メンバーはピーキーピーキーなんですけど、イベントの報酬メンバーの星さんが犬寄せ忍、ガチャの方では新規星4メンバーとしてソラちゃんとジェニファーちゃん、星さんで山手京子ちゃんが登場します。まあ、ピーキーピーキー推しの方はコンプリート目指して頑張ってください。はい、続いてはローテーションガチャの開催が決まりました。まあ、これ簡単に言うとユニット限定ガチャですね。まあ、この画像に出ている通り、各期間でそのユニットのキャラクターだけが排出されるというガチャになっています。そしてこのローテーションガチャはすでに開催中ではあるんですけど、まあ、これ最大の特徴としてはなんと星4メンバーの排出率が 1.5 倍になっております。なんで星4確率が通常 3% なので、今は 4.5% に上がってるみたいですね。で、さらにこのローテーションガチャでは日替わりでキャラクターの排出率も変わるそうです。本日1月1日ではリンクちゃんがピックアップ、2日はマホちゃん、3日はムニちゃん、そして4日はレイちゃんという感じで、それぞれピックアップされるキャラクターが日替わりでこんな感じで変わっていくそうです。まあ、星4率が 1.5 倍になってるので、まあ、推しキャラがピックアップされた日は引いてみる価値はあるのかなと思います。はい、そしてお正月企画ということで、先ほど紹介したローテーションガチャで使えるガチャチケットの配布も決まりました。もらえるガチャチケットはなんと全部で34連分になっています。まあ、34連分結構でかいですね。まあ、こちらは1週間ログインすることで34連分のガチャチケットをもらうことができるんですけど、1日目から6日目までが ×4、そして7日目には10連のガチャチケットをもらうことができます。まあ、なんでこれ ×4 っていう、まあ、ちょっと中途半端な数字になってるのかわからないんですけど、まあ、これも何かとかけてるんですかね。×4 だったり、あとは全部で34連分だったり。はい、続いては各ユニットの MV ライブの追加が決まりました。まあ、これはね、結構個人的に待ち望んでましたね。まあ、それぞれ6ユニット各1曲ずつ MV ライブが追加されます。まあ、こちらの MV ね、それぞれ YouTube でも公開されてるやつなんですけど、まあ、それがついにね、ゲーム内に実装されることが決まりました。いや、これはね、実装されたら早く遊びたいですね。はい、続いては1月の追加楽曲の続報です。まあ、今まではね、1月1日から3日までの楽曲はすでに公開されてたんですけど、本日はね、1月7日以降の楽曲も公開されました。まあ、今月は全部で11曲ですね。まだ隠された楽曲はね、何曲かあるんですけど、まあ、こちらもね、楽しみですね。まあ、個人的にはね、1月12のポナペティと S がね、結構楽しみになっています。まあ、こちらね、ブレンド S っていうアニメのオープニングなんですけど、まあ、これのね、リリリリカバーはね、早く聴いてみたいですね。そして2月以降の追加楽曲の情報として、毎月7日に東京セブンスシスターズの曲が追加されるようです。まあ、これはね、何月まで続くかはちょっとわかんないんですけど、まあ、2月7日だったり3月7日だったり、まあ、7日の日にはこの7シスから追加されていくようですね。はい、ということで次が最後になります。こちらもね、お正月企画ということで、運試しおみくじボックスと年始メドレーミッションというものが開催中です。こちらのおみくじボックスは交換所の方でコインと交換することができます。で、そこで出たおみくじによって、まあ、それぞれね、小吉だったり中吉だったり、あとは大吉だったりね、まあ、それぞれ出た役によって交換できるアイテムも異なるようです。やっぱ一番熱いのは大吉のこの星4専用クォーターメモリですかね。多分今あるアイテムの中ではこのクォーターメモリが一番熱いんじゃないかと思います。まあ、こちらのおみくじボックスはね、全部で10回引くことができるので、まあ、こちらも忘れないうちに引いておきましょう。はい、そして2つ目の年始メドレーミッションということで、まあ、こちらのミッションではクリアすることでローテーションガチャチケットだったり MV セレクトチケットだったり、あとはみんな大好きダイヤももらうこともできます。まあ、全部クリアするとダイヤが全部で500個もらえるっていう、まあ、結構美味しいミッションになってはいるんですけど、まあ、これ問題なのはこれ最後のミッション。まあ、最後のミッション何かというと、楽曲合計レベル55以上のメドレーをマニュアルモードでクリアという風になってるんですけど、55以上結構高いんですよね。これ単純計算でレベル14の曲を3つ、13の曲を1つとか、あとはレベル15の曲を入れたりして他の曲のレベルを下げるとか、必ず最低でもレベル14以上の曲を入れないとクリアができないんですよね。で、しかもマニュアルモードっていう指定があるので、オート機能を使うことも許されません。これね、結構ハードル高いんじゃないかと思うんですよね。
ちなみにね、私なんかグルミクを始めた当初って、まあ、レベル13すらまともにクリアできなかった人なんで、レベル14以上の曲が必須になってくるこのミッションをクリアするには、まあ、それなりのね音ゲースキルが必要になってくるんですよね。まあ、これはね、ちょっと始めたばっかの初心者さんだったり、あとはもうグルミク結構やってるけどなかなかエキスパートクリアできないって人とかね、結構このミッションをクリアするのはね、厳しいものになってくるんじゃないかと思ってるんですよね。まあ、これはね、もう新年早々いきなりハードルの高いミッション出してきましたね。まあ、これ報酬が報酬なんでやっぱ欲しいですよね。最後の達成報酬がダイヤ300個なんで、もうなるべく回収しておきたいところなんですけど、まあ、結構ミッションのハードルは高いですよね。で、あとこのミッションをクリアする上でちょっと気になったのが、例えばエキスパートの難易度が13プラスとか、あとは14プラスとか、このプラスっていうのって、まあ、レベルいくつに含まれるんだろうなってちょっと気になって調べてみたんですけど、このプラスがついてるやつは、例えばこの13プラスの曲だと、これ 13.5 っていう扱いになるんですよね。ちなみに私は今回こちらのセトリで、まあ、ミッションの方をクリアしたんですけど、13プラスの曲が3曲、14プラスの曲が1曲ということなんで、まあ、これ13プラスを 13.5、14プラスを 14.5 って見たとき、これぴったり55になるんですけど、このセトリでも今回のレベル55以上のメドレーをクリアっていうミッションはクリアできたんで、まあ、これちゃんとね13プラスは 13.5 っていう扱いになるみたいですね。まあ、それでも結局レベル14以上の曲は絶対入れないといけないんで、まあ、このミッションをクリアするためにはそれなりの音ゲースキルを身につけろってことですかね。はい、ということで本日のお正月最新情報は以上となります。今回のミッション内容、これ初心者かわいそうだなと思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録、ツイッターフォローの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。